タクタクからのお願い。この動画は縦動画です。スマートフォンを立てて、全画面表示を押すと、とっても見やすいですよ。ぜひ試してみましょう。はい、どうも、タクタクです。青鬼リメイク版やっていきましょう。さあ、全員、惨殺されまして、青鬼に、私はこれからどうするのか、この、なんだろう、裏口から来た、このエリア、ここが最終ステージ。のはずと、リメイク版ですからね、なんですね。どうリメイクされてるのかっていうね。絶望、あ、わおわおわおだよ。わー、ちょっと待って、わー、これやばいな。はっ、これやばくね、もう危ねえ。どこまで行くの、しつこ、わー、巻いたー。いきなりここまで戻れと。青鬼ちゃんよ。これは、鬼畜ですね。今もう画面ほぼ見えなかったから、指のこの、何？プニコンみたいなコントローラー。プニコンみたいな言うな。業界のスタンダード的な感じだよね、これもね。スマホ業界のコントローラーとして。何をフォローしてるんだ、俺は。待って。ここから出てきたな、今な。いないな。これなんだ、これ。何これ。何これですよ。あ、なんかここだけ。あ、棒。棒。スティック。ここは？降りるのは危険ですね。やめましょう。危険と言われたらね。怖いよね。なんかいる。いや、これ、ね、もう一エリア一エリアにもうセーブだよ、もう。ビビリなんだからもういいんですよ。いや、すごい、なんか今のとこゲームオーバーになってないな。あ、なんか、うわー、鬼の頻度ゲームオーバーになってないって言うとゲームオーバーになるやつ。コンティニュー。11個のビールグラスを見つけよう。お、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。え、まだまだで、え、10個ある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あ、11個あるわ。あ、タップすればよかったのか。違うゲームだから、それ。一瞬青鬼かと思っちゃったもん。あれも広告なんだよね。え、これどうすればいいんだっけ。あ、ここからガバって出てくるね。これをだから気をつけて。はい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 。わかった。あれ、違いない。あーって、まずい。いや、もうまた戻んなきゃいけないの。ここ全然探索できねえじゃんっていうヒロシの声が聞こえてきそう。またここまで来たらどうせ終わりなんでしょう。おー、よかった、もう。必ずここで巻き終わるな。何これ。女、何リプレイなの。今日同じシーンもう一回見せられましたってなるよ。全く同じ下りだったから今。まぁ、ちょっと発見場所が違ったってだけで。くそー、妨害行為だよ、ただの。あ、青鬼め。で、こう、なんか出てきて、一緒多分。え、また出てきて、あれ穴どこ、あ、これか。あー、おい、落ちちゃったよ。サイコロ。サイコロがあり、これは何もない。うん？鍵を、ああ、そういうことか。鍵を開けた。ここ開かないんだっけ？あ、開くやん。あれ？うわあ、ミカオニタン！ちょ、セーブしたっけ？え、俺セーブしたっけ？セーブしてないんじゃない？あー、セーブしてた、よかった。三河鬼まで出てくんの、やだよ。どんだけ鬼集合よ。青鬼通常版2体の三河鬼1体。三河鬼会議？三河鬼会議なんだ。青鬼会議中だったのかな。ここから、あ、なんか出てる。ん？何これ？こ
怖っ。うん。で、みかん鬼フェス始まるから、ここから。ちょ、セーブしよう。みかん鬼フェス来るから。みかん鬼フェス開催中。鍵開けた。からの。こう来るからね、気をつけろね。このなんか金庫あるとこって俺安心説みたいになったんだけど、全くそんなことないっていう。こっち行くとなんか入るとこあったっけ？なーい！ないんだから、でも大丈夫。俺がやれば避ける。ほら来た！で、むしろ入っていたところに隠れれるぐらいのスキルがないとやっぱり青鬼はやれないですよね。はい！やーべえ。青鬼マスターと呼んでくれ、俺のこと。入っていたところにあえて隠れてやる作戦。これ人間であれば普通わかるでしょうっていうね。お前、ここに逃げ込んでたの見てたやろ。ここしか、お前入ってたとこしかないやろっていうところに逃げ切るっていうね。あ、素晴らしいドラマがあった、ここには。で、ちょ、ここセーブしとくね。もう、一歩一歩の積み重ねですね。なんもないじゃん、ここ。これ何？柱かなんか。柱かなんかか。お、そうか、ここは来たんだ。え？じゃあ待って、俺どこ行けばいい？三日鬼が急に来て焦って、あ、じゃあここなんか、赤いよかってるか。ここか。うわ！出た。青鬼部屋じゃない、これ。あれ？ん？あ、壁に違和感を感じる。どんだけ皿の破片使うんだよ。それどんだけ同じような扉の隠し方なんだよ。ここは、あ、なんか鍵みたいなのがある。おっと！そういうことか。来た。青い液符を振りまいていたに違いない。サイコロゲット。なんじゃこりゃ。なんかないわけ。ないね。他にはないね。サイコロの部屋があったな、確か。じゃあサイコロのとこ行こう。ちょ、この一回セーブしよう。怖い。怖い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 。スマホで漫画読みすぎてバッテリーがやばい。流行ってますからね、スマホ漫画。ね、おすすめがあったら教えてください。コメントでね。自分で調べなさいよ。あ、ここだったっけ？サイコロ部屋。あ、ここだ。ここでアイテム、サイコロ。使うと。え？おー、はめた。はい。あ、なにこれ？ん？え、これ何？なんか意味ある？え、ちょっとスクショしていい？ちょっとスクショするわ。スクショといっても、PC 画面なんだけど、俺の場合。キャプチャーしてるから。これを、ちょっと覚えておこう。あ、これあれか。わかった。こっち来て、ここですよ、ここ。ここの、あ、ボタンを押す、ほら。ここ。で、サイコロの通り行こう。空いてるとこね。ここ。ここ。あとどこだろう？あ、こっちか。ここ。ここの、次ここだね、最後ね。はい。え、なんも起きないじゃん。あ、間違ってるってこと？あ、間違ってるかも。待って。あ、ここか、最初。ここ。ここ。間違ってたんだね。はい。はい。で、ここでしょ。ほい。イェーイ。で、待って。また鬼来るからね。もう絶対来る。なんか大掛かりな仕掛けといたらなんか来るからね、必ず。で、その先のあたりぐらいにいるっていうね。親切設計。あ、来ないの。あ、来ないね。ん？ちょ、暗い。
あ、暗い。ライターとか。全体的に暗い。あ、お、明るくなった。何これ、謎。ん、あ、青いピースを見えた。ん、何、あ、そっか、鍵がかかっちゃうんだ。ここにもう一回入れなきゃダメってこと。はい、ダメじゃん、いけない、取れないじゃん。ここはなんだ。ああ、なんかさっきもあったな、こんなの。開かないか。なんだろう。ピースを集めるんでしょうね、多分ね。あ、何？お、なんかあるよ。縄ばしご。ん？星。あ、違う違う違う。ペンタゴンかな。五角形。これどうすんの？あ、こういうこと？ああ、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ全部開けてみよう。三角、丸、四角、五角形。三、ゼロ、四、五。三、ゼロ、四、五。どこ？どこが？あ、ここなんだっけ。3045、ここなんないないない。え、暗暗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 。え、暗、え、暗くない。あ、これか。ちょ、ここ嫌な予感する。3045、どこかの暗証番号。3045、怖く。あ、あ、開かないけど。あ、あ、わかったわかったわかった。ここあれじゃない、これだ。いや、絶対違う。棒だ。これを使うと。おい、書斎の鍵。え、これどうすんだろう。書斎の鍵？書斎の鍵。書斎の鍵？書斎の鍵。あった、書斎なんて。書斎探してみよう。書斎ね。あ、ここ開かなかったとこってこと？ん？書斎じゃないね、明らかにね。ここか？あ、ここ？あ、違うか。これ？違うよね。あれ？鍵なんか、使うとこあった？あ、こっちの端っこが開いてないか。そういうことか。ここ開いてないもんね。あ、ここ開いてるじゃん。どこのこと言って、あ、ここか。ここ嫌な予感するな。絶対なんかいるでしょ。ん？あ、なんか。な、なに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 。あ、プラスドライバー。プラスドライバーを。使用する、使ってよ。ん、まあいいや。ちょっと音なんかさっき聞こえたから、52回目のセーブをしよう。 OK からの、ん、お、ネズタン。あ、ふわっ、いやー、ふわっ、そっか、ここフワティか。ヒロシはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。これ巨人なの？もう負けねえ、もう負けねえ、もう負け、もう負ける気がしねえ。こっちや！で、この中入る。はい。じゃあ、で、この中、はいはいはい。で、ここで、ここに入ればいいんだよ。なぜここに気づかなかったっていうね。入ってきた。お前はここ気づかんやろ。半ペン鬼め。早く行ってくれ。早く行ってくれ。オッケー。はぁ、よかった。これちょっとフワティ最強な、やっぱりな。
加速がやばいもん。操作したいもんね、なんなら。一回どんなものか。で、ここで、あれ？ああ、高いからか。3045だったっけ？あまりに衝撃的な内容ですけど。3045だった気がするな。3045。答える。ん？開いたかな？ああ、開いた。地下室の鍵。やった。ちょっとセーブしよう。これはセーブするでしょ。危ないわ、あいつ。ふわティーめ。何なんだろうね。突然変異なのかな。ふわティーが生まれた経緯とか。まあ、そもそも青鬼が生まれた経緯を知らんけどだな。あ、ここ。あれだ、今、落ちたけど何気なく。今何気なく落ちたけどさ、これさ、縄ばしご使わなきゃダメじゃない？ここで、アイテム、縄ばしご使用する。開けた、開けた。これで、あ、これで取っても大丈夫ってことなのかな？はい、取る。って鍵かかるけど、俺には縄ばしごがあるぜって感じで。OK なわけだな。いやこれでね、パズルを一つ手に入れたと。で、どこの鍵だったっけ？あ、こっちかな？ここの、これか？あ、違う、これ違う、違う。ここか。鍵がかかってる。あ、ここの鍵じゃない。どこの鍵？地下室って言ったの？ここはかかって、あ、これか。あ、違う。ここ？ここ鍵使うとこあった？あ、ここしてる。あ、あ、いけたー！やば！いっぱいいるやつやん、これ。すげえ。いっぱいいるやつ。いっぱいいるやつだね。かわいい、フワティもいるよ。あ、これセーブできなくなってんじゃん、よく見たら。これ出られんのかな？あ、出られる。セーブしとこ。いっぱいいるやつ。どうしよう。こっち行ってみる？あ、待っていた！なんだれなんだれなんだれ。あー、けやけや。危な。口でかい鬼にやられるとこだった。危ねえ。あ、いない。なんだった、幻だったのかと。どこに行ったの、あの量の鬼。あ、全部売ってますよね、スキンで。スキンというかガチャ。あ、青いピース。お！タクロー無事でしたか。あ、危ないところだったぜ。一人でいるのは危険だ。ここから一緒に行動しないか。そうですね。タクローが仲間になった。おぉ、タクロー、ステータス見れないっていうね。ここのさ、このリメイク版だってのはわかるんだけどさ、ちゃんとレベル1とかね、この辺がね、昔 RPG スクールで作られていた時の時代の名残をね、引き継いでいるっていうのもね、いや、今更だよ。今更なんだけど、いいね、いい味出してるね。タクローとはじゃあ脱出できるんですね。若干この先の展開はね、知らないってことにしておこう。うん。その方がいいはず。これなんか確か、もう一箇所ぐらい、どこだったかな？なんかちょうど取ったんだよ、あれを。あ、ここじゃないか。下かな？なんか取ったよね。書斎のとこからね。ネジを。あ、やっぱあったよ。はい、これ。青いビスケット。これセーブしといたらいいかな。この青いピースで、これで脱出できんのかな？青いピース。青鬼脱出挑戦権をゲットしたわけですね。これで終わりか。よし。行こう。平和な世界へ。平和な世界へというか、現実世界に戻ろう。いや、ここなんだよ、セーブのしどこ。うわ！見て！
タクローがもう青鬼になってんだけど。あー、このタイミングか。ここが入ってた。あ、ダメだ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 。あー、ダメだってばー。タクロー、タクロー鬼か今度は。タクローめ、どうしよう。え、セーブしたじゃん。あ、セーブしようとしてやられたんだ。あー。じゃあ、あの手前でセーブしてだね、今度はね。タクロー鬼を巻いてやろうぜと。結局、タクローも青鬼菌か何かに感染してたっていうことなんだよね。ここまだね、タクローなんだよ。ここなら、まだタクローなんだよ。ここならとか言って。ここまではまだ拓郎。なんだけど、この部屋入ると、あ、まだ大丈夫。ここかな？あ、もうここ来ると、鬼になってるね、もうね。ここからもう、一気にパンデミック。感染？いや、違う。もう発症ですよ。発症ってなんて言うんだろう。わかんないけども。僕はもう病気なのか何なのかもわかんないけど。ここなんか隠れられるとこなかったっけ？いやー、ちょっと怖いから。遠くに逃げる作戦にしよう。長い。クロー鬼。あー、オッケー、戻っ。ここでオッケー。この通路に必ず逃げていってるな、俺。長距離移動型になってる。今度こそ出られるんだろうな。出てきたということは。タクロー、ミカ、タケシオに。全部見ましたね。でもこうやってサムネイルが用意されてるのはタクロー鬼ぐらいだったんでしょうね、多分ね。サムネイルっていうのはこういうね、ヒロシの肖像画みたいな、これがさ、親指の爪、サムネイル、なんかそこから来てるらしいよ、親指の爪っていう意味ぐらいの画像ね。でここで使うのか、ここで青いピースを配信をする。うん、でこれも、はい、使う。何この形。青鬼のあれかな。どれだよ。何？何なのこれって。なんでこんな簡単なパズルみたいな。なんか開いた。あ、後ろが開いたんだ、多分ね。でも、ここもセーブして。さあ、私がどれだけビビリかというね。ビビリ度数 61%。それは関係ないと思うけど、多分。61ビビリ。こっちで多分脱出してるでしょ。うわー、タクロー鬼が追いかけてくる。この脱出かな？あー、ちょっと、バカなの？あーん。あーんって。マジかよ。これをラストチャンスにしたい。ラストチャンスはおかしい。これをラストチャレンジにしたい。逃げ切るぞ。すんなりと。で、出たら一旦落ち着こう。一旦落ち着け。落ち着いて、下行こう。危ないなぁ。お、来た。走る。なんじゃここは。これあれか、洋館までの道のりってことか。タクロー鬼寂しそう、なんか無我夢中で走っているうちに町に出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。お、鳥たちが。ジェイルハウスですね、いわゆるジェイルハウスと呼ばれている。その日の出来事を僕は誰にも話していない。話しても信じてもらえないだろう。タクローたちは今も行方不明のままだ。お、また新たな被害者が。頑張って開けようとしてる。なんで開かないんだと。後ろ。ゲームクリア。
ヒロシの脱出までの記録。死んだ回数、11回。あー、スコア、ランクが B か。え、これ、これでセーブするとなんかいいことあんのかな。こう、はい、セーブしました。閉じる。おー、クリアモードが追加されたのかな。で、タイトル画面に戻ると、ニューゲーム。あ、謎の男編。序章少女編も遊べるようになってる。これちょっとやっていきましょうか、またね。はい。というわけで、今回ご視聴いただきありがとうございました。次回は、謎の男編を、あ、なんか飛んだな。謎の男編を、やっていきたいなと思います。なんで今飛んだんだろう、これ。買うのかな？わかんないけど。買うのか、これは。どうなんだ？あ、わかんない。ちょっとわかりませんけど、購入してはいけなかったら購入するけど。ね、謎の男編とちょっと序章編をやっていきたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。